よっちゃんイカを食べて悶絶するウェルベックが面白いと話題に。ナイス。おお。よっちゃんイカを食べて悶絶するウェルベック。週1くらいのスパンでウェルベックの飯によっちゃんイカ混ぜたい。普段はイカ食わない上に酸っぱいからね。さすがプレミアで長く活躍する選手はリアクションが違うぜ。可愛すぎる。日本人にはできないリアクションが見れて嬉しいな。タイトルだけでもおもろい。ウェルベックが天決めれなかった日は椅子に縛り付けてよっちゃんイカを食べさせる拷問をしよう。リアクション最高。慣れるまではそうだよな。けど慣れるとハマるんだわ。イギリスって酸っぱいお菓子ないんかな？日本特有な感じ？超勝手なイメージだけど、イギリスは紅茶に合うお菓子が多そう。少なくともイカを使ったお菓子や酸っぱいお菓子はないんだろ。日本人ならなんとも思わないけど、確かに海外出身の人は異質なお菓子だわな。よっちゃんイカ差し入れたスタッフはセンスあるわ。活躍しなかったら食わせ続けよう。そしたらいつかプレミア得点王になるだろ。